ゲイリー・ビッティは、ロサンゼルス・レイカーズのスタッフとして活躍する、アメリカ合衆国のアスレティックトレーナー。コネチカット州、サンフォード生まれ。彼の祖父は、イタリア・フロジノーネ県、セッテフラーティからアメリカに移民したが、今でも毎年そこの実家で夏休みを過ごしている。スポーツ界の中で偉人と考えられているビッティは、アメリカ史上に最も長く勤めているプロのトレーナーで、 有名なバスケットボール選手、コービー・ブライアントのパーソナルトレーナーを務めている。彼自身によると、パーソナルトレーナーは、単なるトレーナーとしての役割に留まらず、管理人と選手の間の架け橋となること、選手のための心理学者となること、栄養士となることなどで成り立つ。んばた財団とナターニアル・ブラッド・ドライブの創設者。二つの映画で、自分自身を演じて演出した。 現在は二人の娘、妻マーサと一緒にロサンゼルスマンハッタンビーチに住んでいる。また、英語と日本語の著書があり、スポーツメディシンダイジェストのコラムニストとして記事などを載せた。ありがとうございます。